船橋では様々な再開発が進んでいます。その情報を公開し、市民の間で議論しながら進めていくべきと考えます。まず、西部船橋跡地。去る2月の都市計画審議会で再開発案が示されました。今回、所有者開発者である大和ハウス工業が出してきた案は、高さ200メートル、51階の住居棟と、高さ40メートル、6階の商業オフィス棟を隣接して建てる案です。商業オフィス棟は1から3階が店舗、4から6階がオフィスとなる民間の開発です。ただ、船橋駅を利用する市民が歩きやすい動線の確保を市議会で求めてきました。今、改札を出て右に進み、エスカレーターで2階に上がると、フェイスや京成船橋駅、車庫2階をつなぐデッキがあります。計画では車庫脇から建物2階脇を経て、みずほ銀行側とつながる連絡橋デッキが新設され、ぐるりと一巡できるようになります。新しいデッキは南側部分を広くし、植樹と芝生広場を設置し、災害時の帰宅困難者待機スペースにもできるとのことです。ただ、住居棟による人口増を単に喜んでいいとも思いません。670個の住居棟の子供が通う小中学校の受け入れ体制整備を求めていきます。次に、海老川上流地区まちづくり構想についてです。東葉高速線で波佐間駅と東海神駅の中間に海老川と交わる部分があります。ここに新駅、区画整理での戸建てを中心とする町を作り、船橋立医療センターを移設する案です。ここは水害が危惧されている地域で計画に反対していました。対策として海老川の底を掘り、水の貯留量を増やすなどの計画があります。しかし、大規模水害の可能性がゼロとなるわけではありません。もしもの時の医療センターへの安全なアクセス確保の対策をすべきです。ここの街づくりについても住民参加が必要です。海老川は災害の危惧がある一方で、海とつながる水辺空間でもあります。街づくりに合わせ、海老川ジョギングロードをより北側に伸ばすとともに、市民参加でさらに魅力的な水辺を作っていくこともできます。海老川の底の掘り下げの程度にもよりますが、下流の船橋駅周辺とつなぐ水上交通も考えて良いのではないかとのご意見もいただいております。最後に南船橋駅前開発です。住居や商業スペースの建設が進んでます。さらに少し奥に一律児童相談所が建てられます。船橋市は今まで市川市にある児童相談所に依存してきましたが、ようやく市内に新設されます。駅前再開発や1万人収容可能なララアリーナ建設に伴い、渋滞を心配する声があります。基本的には南船橋駅には電車でアクセスし、そこから徒歩で各目的地に行けるよう、歩きやすい歩行者動線の整備を求めてまいります。